101で、まあ、ナチュラルに分かれるところで一度パーティションをして、そしてバックは完全に2つに分けます。で、その後ろのハの字に毛を、ハの字に毛を少し襟足だけ取っておきます。そして残りの部分をすべて集めるんですが、かなりの長さがありますので、この中に一つ芯を作ります。一番芯作るので簡単なのは編み込みなんで、少しここで編み込みを作って、こう編んでいくのにも結構長さがある人だと時間がかかるので、途中ちょっと端折って、一回ここでボリュームを消しちゃいます。で、ピンで留めます。で、ここがこういう感じで入れて残します。で、それに PP451 の I 字ブラシを、これで今3分の1の毛がなくなったわけですね。で、このなくなった毛のここに一つ外に張り出しを作って、逆側も同じパターンで攻めます。こちらも同様に中をくり抜きます。このくり抜くのは非常に毛量が多いからではなく、髪が長いのでまとまりきらないという判断でくり抜きます。同じくこちらも三つ編み、さらには四つ編みで、とにかく早めに、長さに負けず早めに毛量をここでダウンさせます。作り終えたんですけど、まあ、コンセプトは、まあ、ちょっと洋服に合うっていうのと、まあ、こちらはちょっと毛束出して、こちらは逆に出さないでくるんで、でバイアスにちょっとアシンメトリーっぽくして、最初ハの字に残してあったところをこうで、普通のこのお姫様落としのところもちょっとカールを、薄いカールをつけて素人感を出してみました。まあ、こんな感じで、そうですね、これもさっきモデルさんが感想を言い損ねたんで、これもちょっとじゃあどんな風になったか見て感想を一言。見えた。これと洋服がね合うと思うんで、どうですか？いや、このポンポンした感じがすごい可愛くて、はい、アシメだからね、はい、ちょっとね、なんか普通一緒、うん、一緒だったらなんか普通になっちゃうけど、一緒だったらシンプルな分だけ、ね、オリジナリティがすごい。わざとここは